よし。ではでは、続きをやっていきましょう。で、今日はメインジョブをやっていきますね。ついに、いろいろサイドジョブやらないやりかんやりをやってましたけども。で、プレイトセーフ、安全策というメインジョブやっていきましょう。これに関してはもういろいろちょっと遡ったりとかしちゃうんであれですけど、まあ、とりあえず読んでいきましょうか。プレイトセーフ、安全策。ジャパンタウンの露天街に行くと。サブロー荒坂の葬儀には呼ばれなかったから、このダサいパレードで我慢してやる。あとは紙吹雪でもあれば完璧なんだがな。それにしても竹村は自殺願望があるようだ。花子の出しに飛び乗るだと。仕方ねえ。スナイパーは俺たちが何とかしてやるか。ついでに脱出ルートも確保しておけよ。こんな計画、どう転んでもうまくいくはずがない。俺にはわかるんだと。あのね、俺も思う。本当にこの作戦は正直うまくいくとは思えない。本当に。それが、まあ、ちょっと、まあ、若干遡っちゃうんですけど、ストリートの上にてってやつで、まあ、竹村と会っていろいろ話したりとかして、で、竹村がね、の友達で、小田ってやつがいたんで、そいつが、今回のね、この、花子の、花子のボディーガードをやってるんですね。竹村と同じように、サブローの、ボディーガードをしてた竹村と同じように、花子のボディーガードをやってたと。で、竹村がその出しに飛び乗って、花子に、よりのぶが、サブローを殺したぞっていうことを伝えるというね、もう、謎、だいぶ無茶苦茶でしょ、みたいな。出しに飛び乗るって相当だと思うんですよね。で、まあ、それに対して、まあね、この葬儀というかパレード、お祭りに関し、よりのぶのお祭りなんですけど、まあ、葬儀プラス、よりのぶの、その荒坂を継いだお祭りみたいな感じですかね。なんで、すごい警備が、厳しいと。スナイパーもいっぱいいるし、なんとかしなきゃいかんと。で、その中で出しに飛び乗って話すっていうことなんで、もうほんとむちゃくちゃですね。で、竹村がなんかもう高額迷彩とか持ってりゃいいけど、なんかそういう感じでもないですし、本当にこれ無事に終わるのか、この計画っていうのはありますね。で、さっき言った竹村の友達である、小田ですね。そう、小田、サブローがね、頼信によって殺されてしまったので、今、頼信のパレードがやると。で、花子ってここに入ってんだっけ？花子入ってたよね、確かね。で、花子荒坂に、竹村が話しに行くと。で、そこでもう一人、小田がどっかにいた、小田。そう、こいつ、もう明らかにやばそうな、サイバー忍者ですからね。で、その、竹村が鍛えたサイバー忍者なんですよ。なんで、その、小田に最初に話しに行って、こう、いろいろ伝えたんですけど、まあ、あまり手応えがないというか、協力してくれない感じだったんで、もうむちゃくちゃというか、自分で行かなきゃっていうところで、竹村がこういう計画を立てたという感じですかね。なんで、まあ、小田がいるわけじゃないですか。花子の出しに飛び乗るってことは。なんで、ちょっと小田と戦うとかっていうフェーズになりかねない。このジョブに関しては。なんで、そこら辺とかも、ちょっといろいろ戦闘が過激化されちゃう可能性もあるので、そうっすね。とりあえず、ちょっと、リパードク行って、鍛えたりとか、ちょっとアップグレードしたりとか、パーク見直したりとかして、行きましょうか。はい。で、まあ、けど、ちょっとその前にメッセージで、今、竹村さんから謎のメッセージが来てるんで、ちょっとそれを読んでいきましょうかね。サーチ5。なんじゃこりゃ。グッドタキ
焼き鳥ナイトシティ、天ぷらナイトシティチープ、安く食べれる天ぷら、うどんナイトシティ、テイスティーラーメン、美味しいラーメンが食べたいと。この街でどこか飯を食えるところはあるか、ね、もう本当に検索ワードを俺宛てにメッセージとして送ってないかっていうか、うん、いくつかいいところを知ってるけど、あ、まあいいか、これにしよう。おい、ゴロ。すまない、この危機のせいだ。いや、ウイルスか。やばいでしょうよ。これからもとんでもないミッションをしようとしているのに、ウイルスにかかっている場合じゃないでしょ。まったく、竹村はそういう抜けてるところがあるから、なおさら心配だよね、このミッションね。竹村死んだりとか、ほんとやめてほしいよね。腹が空いてるなら、店を教えてやろうか。別に構わないが、次から気をつけてくれ。こっちにしよう。話広がりそうだし。寿司が好きならウェルスプリングにいい店がある。でもそこはちゃんとした服装で行かないと入れない。トムズダイナーなら外れはない。あそこのパンケーキは最高だ。何食べたい？パンケーキって感じじゃないよね。意外と甘党だったりしたらね、また可愛さマックス、マスだけどね。寿司が好きならにしようかな。ナイトシティで寿司だと。自殺行為だ。冒涜とも言える。散々だな。なんか、タイミングずれた。腹が空いてるなら、なんかずれたな、これ。ちょっとね。お、竹村から来た。おう、式典ね。オッケー。了解です。のそばか、とにかく面倒事を避けろよ。おい。ニコってした。ジャパンタウンの露天街へ行く。やっと来たぜ、安全策。グレイトセーフっていう、ジョブが来ましたね。OK。で、なんかメッセージ、メールかなんか来るかな。来ないか。いや、特にないな。OK。メッセージを一回見てみたら、これの下だと思うけどね。あったよ。もうよくわからんメッセージだったな、これな。で、今はね、ちょっとちょうどリパードクのところにいるので、リパードクで買い物してから、で、キャラクターパーク開けてから、ジャパンタウンに向かいましょうかね。はい。で、ここのリパードクは、フィンガーズモーかな。フィンガーズなので、ちょっとこいつにね、話しかけて、クロームの調整を頼めるか。もう結構ね、エディ溜まってるんで、なんなりと。そう、ジャンプ系欲しいなと思ったんですよね、ようやく。まあ、こっちのね、サイバーウェアも欲しいけど、まだレジェンダリーとか、いろいろ足りないので、なんで、まあ、ちょっと足の、これ、ね、いろいろちょっと強化圏とかいろいろあるけど、これが2段ジャンプで、これがチャージジャンプで、こっちがホバリングできるんですよ。で、これ足音は特にいいかなと思ってるんで、このなんか落下ダメージマイナス15で空中にいる間にホバリングできるっていうのはちょっと楽しそうなので、なんでちょっとこれを買おうかなと思いますね。じゃ、75,000円なんで高いんですけど、行ってみましょう。えい！はい、強化足関節つきました。いやいやいや、これは結構楽しくなるんじゃないですか？ホバリングできますからね。はい。75,000円マイナス。結構なお金でしたけどね。あれ？ジャンプできる？ジャンプでしたね。ジャンプの音も変わったよね。はい。というところで、とりあえず、お買い物終了と。で、噂によると、ここ殴ったりとかすると、フィンガーズのところから買えなくなるみたいですね。なんとなく殴んなかったけど、流れで。まあ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 。というところで、じゃあ、パークも結構溜まってるんで見ていきますね。とりあえず、能力値ポイント技術に振りますね。ちょっとその、エピックとか武器系をクラフトしたい欲が出てきたんで、これは一旦ちょっと技術に振っときます。で、パークなんですけど、もう意志っていうか、ステルス系に関しては、まあちょっとヘッドショット欲しいかなって思うんですけど、ナイフもいらんし、毒もいらないんで、ちょっとこのアサシン、この人間の敵に与えるダメージプラス15ってシンプルに強いんで、これをまず取りましょう。はい。
で、知力系ですよね、あとはね。で、まあ、トータル、ラム結構消費が重要になってくるんで、トータルリコールはこれ絶対必須だと思うんですよね。なんで、トータルリコールでアイスピックしたらさらに減るようにして、で、これですね。ブリーチプロトコル開始時にリストの一番上をアップロードするって結構ありがたいんで、はい。なんで、これちょっと、ヘッドスタート入れときましょう。はい。で、あと4でしょ？あと4でしょ？ 4 は、あとはここですね。忘れ名草って、クイック吐く影響下の敵を倒すとっていうのが結構頻繁に発生するんで、ちょっとこれも入れつつ、デイジーチェーンですね。クイック吐く影響下の敵を倒すと、クイックハックの進行中クールダウンをマイナス10%なんで、結構でかいんで、もうこれは全部上げちゃってもいいかなと思ってます。これ。ああ、けど今入れるのかな、天眼って。まあいいや、とりあえず。はい。で、入れます。で、あともう一個ちょっとやっときたいのが、インベントリーで、今このスナイパー、サイレンサー付きのスナイパー使ってるんですけど、これは結構使えるし、で、メインミッションはなるべく人を殺さないでいきたいっていうのがちょっとあるので、これつけますね。パックス。所持してる武器で敵を殺さずに武器ダメージを与えられるようになるっていうのがあるので、ちょっとこれをつけときましょうかね。うん。で、なるべくまあ、人を殺さないようにクリアしたいんで、はい。とりあえずそんな準備で。行きましょうかね。まあ、暴行とか、組織犯罪とか系は、結構もう殺してもいいかな、みたいな。それ以外は、なるべく殺さない。もしかしたら、これ、織田と戦うミッションかもしれないんで、それも踏まえてですね。じゃあ、とりあえず、プレイットセーフ、行きましょうか。まあ、もうこれね。はい。うおー、ジャンプ高っ。おー、いいね。あれ？二段ジャンプできんの？ああ。なるほど。お、できる。すごい、こんなところまで飛べんじゃん。ええー。あ、なるほど。ちょん押しと長押しだ。へえー。すごい、これ超楽しいじゃん、これ。えい。あ、これ着地大丈夫これ。おお、大丈夫。ええー、超いいこれ。マジか、楽しいこれ。まあいいや、とりあえず。ちょっと慣れないとな、そして。どこに行けばいいんだ、これ。こいつは BD 打ってくれる人でしょ。OK。なんかエレベーターとかあったよね。あったあった。むずいなけど。ちょっと、ホバーってどうやってやるんだ、これ。とりあえずね、上行きましょう。オペラ通り。いやー、どういう感じになるのかなー。ホバーちょっと、ん？あ、なるほど。こういう風になるのか。飛んでる。いくよ、これ。こう走ってって、チョイン。あ、違う。チョン、チョイン。はい。うおー、すげえ。すげえ。これさ、本気出したらこれ。あ、登れない。ゲリ止まれない。けどもうそんなにもいけるようになるのか。いや、それはでかいな。よし、とりあえずちゃっちゃでいっちゃいましょう。ああ、竹村さんよ。どういう感じになるんでしょうかね。今のところ。いや、こんなところに止めるのはダメだろ、さすがに。いや、このミッションマジでうまくいくのか。あと、ちょっと懸念していることがあるんですよね。順番？ミッションの順番問題ですよね。結構、個人的にその花子のミッションって、
かなり重要な話だと思うんですよ。なんで、今の全体の進行からすると、どんぐらいの進行度なのかなっていうところ。すげえ乗れる。そこですよね、ちょっと。で、これによってメインジョブ消えちゃうとか、ブードゥのミッションがまだ残ってるんで、そいつをやっといた方がいいのかみたいな感じですよね。はい。じゃあ、とりあえず会いましょうか。こんにちはっす。どうすか、調子は。お久しぶり。お、いや、落とすなよ。食べ。謝るなよって。ひどい顔色だな、ゴロウもいいけどね。謝るなよっつって、もし何か自殺するんじゃねえかみたいな。そうだぞ。あ、そう。笑えないか。まあそりゃそうだね。そんな冗談言ってる場合じゃないよな。岡田さんね。ほうほう。ああ、了解、ありがとうございます。じゃあちょっと作戦というか段取りをちょっといろいろね教えてもらおうかな。まず例のウイルス、例のウイルス、ああよかったねそれの。正直なところ、予想以上の働きだと。そうだったんだ。すでに目と耳はそこら中にある。おお、早速この近辺にある監視カメラを確認して、はいはい、狙撃手の位置を把握しておいて。おお、それは素晴らしい。スナイパー3、全員を無力、信長と雪村持ってるんだね。分かった、了解。まあ俺、そうだろうね。1人目は距離も近いし、はいはい、おそらく問題ないだろう。2人目は少々厄介。厄介。上に登らないといけない。上に登る。そして3人目は通りの上の歩道橋内に隠れている。なるほど。俺たちはここ。花子様の出しはここで止まる。ああ、なるほど。最後の脱出に使う非常口は、はい、そのすぐそばにある。なるほど。この一応出る予定はあるんだね。狙撃手はもっといい場所に陣取っている。まあそりゃそうよね。奴らに見つかったらバン、はい、一巻の終わりだ。了解。とはいえ、俺の役目と比べれば気楽なもんだろう。ああ、まあ確かに。出しに飛び移って窓から侵入し、はい、花子様と対面しなきゃならない。まあそうね。一番心配なのは最後の部分。花子様と対面してどうする。何、待って、もうバックアッププランないんですか。待て、問題が起きた。そうだよ、 100% 問題できるよこんなん。あと竹村さんちょっと抜けてんだから。自害。あらさかにしてみれば俺は劣気として反逆者。はい、そんな奴が聞こえてないこれ。直接接触しようとして、こういうところも気をつけた方がいい。代替案など存在しない。あ、そう、必ず成功させるんだ。なるほど、わかりました。じゃあそっちこそ準備、この手の仕事は慣れてるにしようかな。まあね、コンペキもあったからね。準備はいいか。じゃあこの手の仕事には慣れてるけどな、もう。どうにかここまで来たな。それもお前のおかげだ。いい。そうだね。とりあえずフラグは立てないようにしよう。分かった。俺の合図を待て。おう、了解。待つ。気をつけろよ。じゃあな、ゴロ。お、来た。夜かな。パレードが始まるわけだ。そしたらこのパレードも超気になるよね、シンプルに。おお、超綺麗だなこれ。うわ、デジタルな桜が散っている。うお、すごすごいモブの量だなこれ。動くのか。うわ、荒坂花火。あ、ちょっと待って。はい、マジで。了解、いつでも。ネットランナーいんのか。とりあえずそいつは早くやんね。了解。わかりました。ちょっととりあえずね、セーブ。わかりました。うわ、すごいモブの量だな、これ。よう動くね、これ。うわ、もうお祭りだな、これ。すごい。これは見とれている場合じゃないのか。なるほど。どうしようかな。とりあえず、あっちに向かうよね。てか、まあ、点々出てるから、OK か。うわ、すごい量だな、これ。大丈夫なんか、落ちないか、これ。あれはてか、時間も結構シビアなのかな。ちょっとモブの量が多すぎて引くわ、これ。こんな表示できる？あ、
警備のため。ずっと下まで階段で降りろってのか。きついよここ結構高いから。はい、いや時間の無駄だ。マジかよ、下降りんの大変そうだぞ。ほらこっち録画してるからな。まあけど正直多分ね、いろいろあるんでしょうね。これはこれはスキャンできる。いやこれはすごいね。なんか席とかもあんのかな。うわー、このホログラム金魚、あれ実体の金魚だ。ホログラム金魚と実体の金魚がいる感じか。すごいねこれね。いやこれ処理大丈夫、これ 60fps 出てないよね多分。うわーすげー、見とれている場合じゃないの分かってるんだけどさ。うわーこれはこれはすごいパレードだね。あれに乗ってんのかな。ああれでプログラムを表示してんのか。すごい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 って言っている場合じゃないのかも。うわお、周りのモブもすごいいい感じだね。なんか喋ってるし、持ってんの。オーソドックスな。対処しろ。うん。てかもうこっからやれるよね。正直。自殺したってさせられるし。オッケー。なるほど、こっちからも来れるし、どっからも来れるって感じかな。まあ一旦とりあえず、なんかそんなに急ぎじゃなさそうだから。オーバーチュー、あとねメインクエはね、なんかこっそりアイテム置いたりするからね、結構慎重に見ないといかんよ。あーけどこれグラップルできねえな後ろね。うん、スナイパーがね、逆にスナイピングされるとは思いもしないだろうね。ん、何あれ、ブリッジプロトコルできる、オーバーロードもできるの。まああんまり騒ぎに出ないようにしたいよね。うん、で一発で倒せなくても回路ショートあるからいけるよね。バーンやって倒せなかったら回路ショートかな。オッケー。じゃあ、カオル、手島カオルさん。マジかよ、カオルさん。オッケー。じゃあやりましょうか、こいつ。大丈夫かな？ピングって打ったらどうなるの？ああ、特に見えるわけじゃないの。よし、じゃあやりましょう。ゴロ、一つ片付けた。うん。その次は昇降機だ。バルコニーね。オッケー。通りの反対側まで行け。通りの反対側まで。炎が消える音。オッケー。死んでない。いいね。もう殺したいわけじゃないのよ、こっちも。ね。メインクエは殺さないと。いいぞ、いいぞ。ここでアイテムあるかな？なさそうだ。あ、あんなところからも来れんだ。へえ。結構行くすべはいっぱいあるんだね。おっと、これは大丈夫かな。よしよし、これは大事だな、これは大事だな。マークとキム、あ、ちょっとこれは読んでいきましょうかな。ここだよね絶対ね。うん、マーク、下請けの連中だけどどこで見つけてきたの。もう我慢の限界、仕事は半端だしスケジュールも守れない、顔文字なんていいからさっさとあいつらをクビにして、俺だってそうしたいさ。じゃあすればいいでしょう。でもね、でもな、誰をクビにするかを決めるのは俺じゃない。穏やかじゃない連中が契約を取り決めているんだ。そいつらを怒らせるのはまずい。そうだったの、きちんと説明する。だがここでは無理だ。わかった、また後で。なんだそのふわっとした会話は、全然わからない。誰が誰に何の組織の人がっていうのも全然わかんなかった。よし、とりあえずこれ読む。とりあえずのね、ブリーチプロトコル、
あ、これがインストールされてんのでかいよね、1個目がね。オッケーオッケー。じゃあ、55515515515 1C1C5。 わ、超楽ちん。いいね。で、1248AD。いいですね。チリツムだった。メッセージ、これ読みたいんですよ。ってか、普通のダメメッセージ。ダメメッセージっていうの。あの、あれか。なんか、もう、ちょっとなんか、状況をね、説明してくれるようなテキストがあったらいいのにね。二人目のスナイパー。これ乗りたいよ。乗っていいのかな。うわぁ、あれを動かしてる。すげえ。よし。で、あ、やべ。間違えた。OK。じゃあ、行きましょうか。とりあえず銃はしまっといた方がいい。OK。格安チップ提供。どうした？何か、何があった？どうした？何があった？トム？おう。今、トム。すげえな。そうよ、落ち着いてよ。なるほどね、コーポに、ね、恨みがあるのね。オッケーオッケー。おお、これはまたまた面白い状況だな、この神主さん。面白い。ちょっとこれビジュアルもいいな。ミコ。うわー、かっこよい。ちょっと待ってください。これは写真撮っときたいな、これ。これすいません。写真撮っときます。なるべくね、あんまりね、メインクエストでやりたくないんですけど、これに関してはちょっと、かっこよすぎたんで、ちょっと撮らせてもらってもいいですか。あ、被写界診断ありだな。で、俺はいらない。うん。うわ、この巫女いいね。サイバーウェア巫女。うわ、これかっこいい。超いい。超いい。サイバーウェア巫女。うん。35ぐらいにして、社会振動にして、オートフォーカスを。で、うん。ああ、結構絞りきつい。まあ、いいか。これは惚れるわ。これはいい。これはまたなんか、いい絵だね。これ、すごいな。サイバーウェアミコ。これは素晴らしい。これは素晴らしい。これはペチズム。これ見たことないな、これ。これは見たことない、この。こんち、よろしくお願いします。ちょっと退屈そうしてる。うわ、これは素晴らしいな。これ、いい。あなた、神主さんは、結構サイバーウェアつけてないんだね。巫女さんはつけてるあたり。うわー、これ。これ、いいね。ここのシーンしか見れないのかな。あなたは？大丈夫？いや、いいもん見た。感動した。うん、それだけでもこのクエやった意味あるわ。おお、鬼のお面が。バルコニーに行けんかな？ん？ 20、21選べるけど。20でいいかな、とりあえず。ん？どっちでいいの？ 20 でいいかな。少し耳を貸せ。おお、誰かと話してる。耳？おお。二人で同時に聞けるように。今、ああ、了解、ありがとう。あべ、警備が見直される。お、不明な発信者、誰だろう。頼信様の命。まあ、織田もね、空来てるよね。普通に考えたら来てるでしょ、そりゃ。和とエレガンスですって、ちょっとさらっと読ませてもらっていいですか。うわー、花子の話してる。これはちょっと読みますか。はい、これは読みましょう。花子の話も入ってますし。和とエレガンス。花子アラサカのナイトシティ来訪は、
気品とスタイルのアイコンとも言える彼女を間近に見るまたとない機会です。先日亡くなった三郎荒坂の娘である彼女は謎めいた雰囲気とともに洗練を極めたセンスの良さを改めて見せてくれました。まず注目すべきは花子が日本人デザイナーの洋服のみを身につけていたことでしょう。そこには幼い頃から身につけた愛国心と献身の精神が大きく現れています。皇太子様みたいなね。そして目ざとい方は お気づきになったかと思いますが、荒坂社のロゴをかたどった小さな金のブリーチも注目のポイントです。節度を守りながらも洗練を忘れない花子は白いネオミリスタイルのペンシルドレスで威厳ある慎み深さを漂わせつつ硬くなりすぎないスタイルを披露してくれました。彼女は面白いねこれもね。皇族がね、海外行った時のさ、ファッションみたいな感じだよね。彼女は、自分が企業界の王族であることをよく知っています。確かな自信に満ちているからこそ、派手なネオキッチュをねじ込むような真似は一切しません。それでもドレスや靴、ヘアアクセサリーに散りばめたコールドなアクセントでさりげない気品を見せ、それらはネイルやリアルスキンのシームと見事に調和しています。さらに強烈な赤のコートをまとうことで攻撃的なポップさまでミックスしているのです。この色のチョイスは偶然でしょうか？そんなはずありません。国旗の色をモチーフにしていることは明らか。日本のね、日の丸を。花子はこれまでも幾度となく母国の伝統とモダン要素を積極的に取り、じゃない、組み合わせることで知られています。これは面白い記事ですね。これはいいもの読ませてもらいました。ここにもいるサイバーウェアミコ。いやーこれいいね。このテキスト好きだわ。ワットエレガンス、大事な大事なテキストを読ませていただきました。そしてここら辺は特に、それを読むために降りる感じだったのかな多分。専用っぽいね。なるほど。すげえ。飛び乗りてと、すげえな。本当に。こんなパレード見たことないね。確かに。いや、ここら辺はちゃんと見たことないものを見れてるのは嬉しいね。はい、バルコニーの21回目に着きま、21階に着きました。結構遅いな、このエレベーター。あのクソボーグならよく知ってる。クソボーグ。サイボーグじゃなくて。え？いるの？おお、お前殺した男か。落ち着け、確かなのか。まあ、殺したってわけじゃないでしょ。死んでないでしょ、まず。落ち着け、確かなのか。確かなのか。どうした、どうした。あれか、さっき、小田と話してたやつ。はいはい。なるほどね。そうだね。俺なんだけど。ちょっと落ち着きがねえな。追うのもね。そうだな。気兼ねを任してください。自分でやるみたいなことも言い始めたりすんのかな。ジョニー。ジュニーと話すが今、消えた。ジュニーと話すが任意で終わった。このミラーボールは何？いやー面白い、このミッションは。ちょっとなんかいろいろ見たくなっちゃうよね。けどこんなさ、人がワンチャカいる中でさ、どうやって守れって話だよね。おい、メンテナンス、こっちも開けれるっぽいよ。こっから登れる。ああ、ここからね。はいはい。こっから登れるね。ん？あ、ここら辺で話してる言葉って結構大事だよ。ちょっと、ああ、やべえ、聞き逃した。ちょっと、邪魔するから。ん？使える。開く。
なんだここの。わあ、なんかある。ああ、なんかある。うわあ、技術 5? じゃね、11? 全然無理やね。あ、これけど、これ、どうなの?開かない。これで開けるんでしょ、多分。で、だけど、コード俺知らないから、ハッキングできないのかな?あ、できない。どっかで書いてあるな、多分。ちょっと探索してみましょうか。なんだこれ。あ、なんかある。ん?何あれ?改造済みの荒坂 AV。うわ、これドローン飛んでんじゃん。あれも厄介だね。なんとかしないと。何これ?え?なんか意味ありげだな、これ。何これ?このモチーフ。ん?イノシシと猫と鳥?キジ?イノシカチョウじゃない。何これ?なんか意味ありげだね、これね。招き猫と。てかさ、そもそも鳥っておかしくねえか?このナイトシティって鳥とか動物とかってほぼいないんじゃないの?鳥獣、撃退みたいな方、みたいなやつでさ。ちょっと謎だね。いろいろ謎だな、これ。こことか ?29?29? なんかあんのかな?ヒント、ヒントをくれ。2077。これ開けられるかな?何桁だろう?ダメだ。ヒントがない。06。全然ヒントがわからないので、29と06。肉6。2906を入れてみようかな。2906。開いた!マジで?本当に?すごくない?今の。マジで全然適当だった。あそこのドアのナンバーと、ここのドアのナンバーを足しただけ。マジか。すご。なんか、他でヒントあったのかな?やった!しかも、素晴らしい。マジですげえ、今のは。うわぁ、すご。奇跡。マジで奇跡。そんなことあんだね。雪村源次郎。いいね。まあ、スマートピストルあんま使わないけどね。2906でしたね。合ってた。なんか他にヒントあったのかな?まあ、あれ?あの番号入れてみるしかなかったよね。それか俺逆、あれが間違ってたら逆入れようかなと思ってたけど。マジで奇跡だな。おっと、いたね。あ、ジョニーだ。ジョニーじゃん。どうした、ジョニー。もう行かざるを得ないよね。手違いではめてどうすんのあいつは。まあけどもう行くしかねえんだよな、これ。今のうちにさ、あそこら辺にあったさ、やつ、なんとかした方がいいとか。うおっつ!マジかよ。いや、ここでさ、これ、落ちたら大事件だけどね。ほらなって。うわぁ、火の鳥だ。ちょっと待って。俺今二段ジャンプまだ慣れてないから落ちる可能性全然あるよ。行くぜ。全然俺の違う動きをしたけどね。うわおう!怖っ。危なっ!怖っ。あれどうしておいた方がいいかな?撃っといた方がいいかな。ガダルカナル島。ガダルカナル。タカ。ガダルカナル。はい、オッケー。来た。で。これなんか下に敵いんな、これ。とりあえず降りよう。
うわーけどあれマジでヒントないんだ。えげつな。どうにかして降りるしかない。気をつけろ。敵はいないけど、ね、敵はいないけど、ね、いや死なないよ。こっちだって死にたくないから。いや敵がいるのは確かな。あれか。あ、やべ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 。あいつだ。こっそり、あ、なるほどね。この間を一応見てはいるのか。どうすりゃいいのこれ。ぶっ壊すも全然可能だけど。うわお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 。あっぶな。ぶっ壊すは可能だけど。ああ、なるほど。ああいう範囲ね。まあ真ん中さえ気をつければ大丈夫そうな気がするけどね。はい、オッケー。で、探索もちょっとしながら行きたい。オッケー。ぶっ壊すと逆にバレるよね、絶対。なんで壊されてんだみたいな。あぶな。はい、これ花子の声だよね。沈黙は決して、ここは開かない。 OK、 よし、とりあえずここまで来た。花子のメッセージも聞きつつ、はい、それすなわち炎が消える音の。ガダルカナル大陸で。同じことばっかり言ってる。これは絶対鉄拳だと思う。1942年3月3日。わかんない。オッケー。大丈夫。敵はいなさそう。こんな怪しいやついたらやばそうだけど。改造済み荒坂社 AV。 乗ってないんだね誰もね、あの AV に。お、なんかいる。ソルジャーがいますね。私たちの敵が暴挙に陥ったのは50年前。まあ一旦ちょっと孤立をブリーチプロトコルしておきましょうか。 1CBD55 でしょ。で、からのピングをまず、大丈夫そうだ。うわ、大丈夫そうじゃない、移動した。敵はすぐ近くだ。見えたら始末しろ。オッケー、見えてる。始末するか。こっちは敵がいないからオッケーでしょ。で、こいつをじゃあグラップルで引きずって、はい、テイクダウン。あ、敵いるね。いるね、いるね。よし、ちょっと慎重に行こう。ここは絶対バレたくない。1CEQBD。ピング。他にはいないね。OKOK。もう撃ってもいいかな、これ。ワンチャン。そうだよね。こういうのあるからね。解除。あれそうなもんだけど、周囲をスキャンする。今ので気づかないっていうのもすごい。じゃあこいつやりましょう。
こいつは名前はない。はい、グラップルからのテイクダウン。標的を排除、遅れってとこか。遅れってところか。部屋の奥に階段に続く扉があるはず。これ島地屋おじさんできない。なるほど。うん、また連絡する。オッケー、高所ね。オッケーオッケー、いいよいいよ。はい、小田だ。小田？オッケー。アダムスマッシャーと小田の会話ね。はい。退避させる。おお、え？うん。うんうん。ボスに聞くんだな。ああ。うん。なるほど。確かに。まあとりあえずニコラスとジュベルトを見ますけどね。じゃあ呼びましょう。ニコラスとジュベルト。ニコラス刑事かな？ジュベルト。アイズワイドシャフトじゃなくて、スネークアイズか。うん、あいつは来たか？誰のことだ？じゃあ来てないんだな。来てたら誰のことかわかるはずだ。あー、何の話だ？忍者だよ、忍者。あの野郎。連中めどこからあんな奴を調達したんだが、織田の話か？一目見ただけでちびっちまうぜ。お姫様の関係者か？ああ、警備班のトップみたいだな。何かの機材を届けにここに来た。広場からな。未だに震えが止まらない。いいか？奴にはくれぐれも注意しろ。相当怯えられてるんだね、おだって。よし、それで、とりあえず、接続する、じゃない、メッセージを出しようか。魂の救済、医療レポ。なんだこれ。あ、魂の救済ってさ、レリックの話だから結構重要じゃないこれって。読んでいきましょう。玉木黒田、ルーカス・バレット、トーマス・ブーベンスタイン、冷却システムに16秒間の動作不良発生、工程に影響はなし、設備の診断依頼を申請。あ、名前だこれ、それぞれ。アグネス・バトリー、問題はなかったものの、工程に2時間の遅れ、クライアントが強力な鎮静剤の影響下にあったため。なるほど。ダビデ・プッチ、プッチ神父、問題なく工程を完了。なるほど。これはバックアップ、レリックでバックアップ取っていった人の作業だね、これね。ジャック・エム・スタシャク、工程中にコアの一つに、過負荷が発生と。クライアントが2時または3時の消音症を隠してた可能性あり。そうか。脳もね、異常があると難しいんだね。コンストラクトに異常がないか追加観察が推奨。アンネマリー・フォン・ガムロス。すごい名前だね。問題なく工程を完了。ルーカス・フォン・ガムロス。ああ、これは夫婦とかなのかな。第一工程でクラス3の異常を検知、コンストラクト削除。クライアントに攻撃的行動が見られたものの第二工程は無事完了。エドワード・ローレンス2世、工程中にクライアントが死亡、検証予定、循環器系、なるほど。エヴァ・フェリーマン、問題なく工程完了。マイケル・クリスト、工程中にクラス1の異常発生、ちょんちょん、外部媒体に隔離。コンストラクト外部媒体に隔離。そんなこともできするんだね。あとは、エラー。これは、チェーンメールね。OK。じゃあ、とりあえず接続して解除していきましょう。ありがてえ。1個埋まってんな。普通にありがてえ。55BD14 ね。あ、いや、待てよ。BD1455。BD1455。BD1C55BD1C。 OK。 で、1248AD。 ありがたいですね。よし、じゃあ行きましょう。で、こんなね、こんなん引っかかりませんよ。とりあえず解除と。ブーン。 OK。 お？誰かが見てる。あっぶな。え？いた？うわ、なんかいる。ふわっといる。ちょっと待って。とりあえずブリーチプロトコルやろう。55BD。あ、やべ。間違えた。
55を、あ、やべ、間違えてる。間違えまくりだな、これ。ちょっと、しかも、復旧不可。うん。復旧不可ですね、これね。いや、諦めたらそこで試合終了。いやいや、まあいいや、別に。とりあえず、ピング。あっぶねえ。こいつ、こんなところにいんの？しかも、二人か。なるほど。オッケー、わかった。うわ、ここにいるのなかなかえぐいね。これはやりましょう、ここから。ナザイル・ミハイロ。ちょっと、えい！オッケー、いいね。これはサイレンサーなんでね。強いよね。よし。で、ここも撃てるんだよな。わかった。映像は他の装備と一緒に置いとくから。2倍？だから分かってるんだよ。これ使えんの？あー。え、これ使えんの？呼んでるけど。敵きつそうだな、これ。大丈夫か？コールするだけか。あ、インターホンなだけか。オッケー。まあ、とりあえず行こうか。上に一人と、まだいるかもしんない。エンジャー、ちょっとピングを打って、周りいないことを確認して、一旦これも、こいつも、よし。え、こいつは死んでないよね、別にね。ああ、死んでない。オッケーオッケー。よかった。それで死んでないのはどうかなって思うけど。ああ、なるほど。ん？いやけど、こっから来れんじゃないの？おっと、いるじゃん。危な。よし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 。まあ、とりあえず慎重にね。ネオンの台風がアメリカ接近？US クラックスね。はいはい。じゃあ別にいいか。とりあえず接続。マイニング。55514。合ってるよね。合ってた。いくら ?1248。チリツモチリツモ。テキスト。あ、やべ。どういうこと？これバグ？これ見れんのかな本来。なんないんだったら、2個置く必要ないもんね。ちょっとマジかよ。見れなかったのかな？どうなんだろう。で、奥に1人いたよね、今。今というか。すごい。花子はずっと演説というか、スピーカーで言ってんの。こんな覗いてるぐらいだからさ。結構確かにザルだよね。え、オッケー、いる。なんかちょい広いな、ここ。びっくりした。そこから上に登れるはずだ。了解。もしそれがダメなら、右手にある歩道橋を使えばいい。右手にある歩道橋？足の下の噴出口に注意しろ。はい、了解です。頭を丸焦げにしたくなければ、姿勢を低くするんだ。頭を、まあ、しゃがみながら行けということですね。ちょっと一瞬待ってもらっていいですか。あんまりこれね、途中で分解したくないんだけどね。まあ、サムネと、オーバーチュア、強いな。猫股いらん。まあ、サムネいらん。アロトガイン。ノバいらん。猫股いらん。オッケー。雪村ちょっと強いな。よしよし。これちょっと一旦ピング打っといて、特に、うわぁ、すごっ！いいね、これ。さらに上行かなきゃいけない。OK。とりあえずこいつは、ディミトリー・ヤコブレフ。こいつはグラップルしよう。はい。お疲れ様でーす。アクセストークンだって。つってね。
これ上も行けんのかな。あ、上行けるし上からも入れんのか。あ、いろんな入り方できますよって感じ。あ、違うわ、むしろ行き過ぎてるわ。ダメダメダメ、むしろ行き過ぎたな、これ。うん、 HP ブースター、クラフト、クラフト、クラフト、以上か。あんまりいいアイテムじゃんか。あ、これは、お、スキルチップじゃん。やったー、クイックハックだ。しかも、え、クイックハックって俺もうさ全部取ってんじゃない、これ。とりあえず使おう。で、これ上行って、うん、先にね行っちゃうパターンだったね、またね。で、敵はいないと。ドゥクドゥクドゥン。あ、巫女がいるんだ。巫女が乗ってる。巫女と神職が乗ってる。すげえ。あの巫女かっこいいんだよな。右のってあれか。あそこ渡っていけってことね。オッケー、了解です。行きましょう。ガンガン行っちゃいましょう。今がバルコニーだからロビー。あ、そうか、上にもいたからそいつもやるわけだな。オッケーオッケー、いいんじゃないですか。はい、行きました。開けてすぐ敵と戦うみたいなこともあるかもしれないから一応気をつけとこう。大丈夫そう。ん？ドローンがあるの。おう、ドローンが見とる。あいつフレンドリーにしできないのか。あれ危険だな、危険だな、危険だし、これどうしようかな。なんか気になるから。歩道橋に敵兵を発見。ドローン。あ、あいつか。なるほど。オッケーオッケー。わあ、こっからの絵がマジですげえな。とりあえずしゃがんでいこう。これは開く？開かないんだ。ああ、なるほどね。そういう感じか。これ割って入りてえな。割って入りたいけど、割ったらバレるね。普通に考えたら割ったらバレるよね。うん。ハリーン、なんだ？ってなるよね。うん。普通に考えたら。だけど、その危険もあるので、ちょっと気をつけていこう。で、あれだよな、問題は。ちょっとピングを打とうか。おっと！いるじゃねえか、危な。なんだあいつ。じゃ、ちょっとあいつは。え、なんで爆発した？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。なんで爆発したん？なんで爆発したん今。ちょっと消せないわ。ちょっと消せないわ。あのエレベーター最終的に乗りたいところだけど、これアイテムじゃない。すごいトリッキーな動きしてんな、あいつ。これは普通のアイテムだよ。ちょっと一旦こっち。あ、いたわ。え？ピング入ってなかったよね、今ね。てか逆によくバレてないな、この状況で。こいつ。はい。はい、首絞め。カーションってなってるか。あ、これ地雷ボックスだ。これ地雷ボックスですね。なるほど。その地雷のメンテをしてたのか。で、こいつは安らかにお眠りになった。ワトソン娼婦はよく読む。
フラググレネード。オッケー。で、うん。で、このアイテムも取っといて、他はなさそうかな。バブルガム、ローズビガバボ。で、あいつがスナイパーでしょ。で、一応ピングも見つつで、あ、そうか、それで地雷の下りがあってだ。危な！あれ、地雷、解除。地雷がさ、あ、パリーンで入った時に地雷踏むってあるよね。とりあえず2個地雷は片付けたから、大丈夫でしょ。うわ、3つあるわ、これ。よし、移動したのか。状況を確認されたし。オッケー。この無線やってる時は攻撃しちゃまずい気がする。今はオッケー。じゃあやりましょう。オッケー。お疲れ様です。よし、3人やりましたよ。よくやった。一つ問題が残っている。問題が？言うと。というと？例の荒坂のネットランナーだ。すべてのネットワークを制圧された。おう、マジか。そいつを片付けろ。おう、わかった。出汁のハイジャックは無理だ。なるほど。二人目の狙撃士の持ち場近くにある。二人目の持ち場近く。ああ、わかった。すぐ向かう。了解、向かおう。じゃあとりあえずこのメッセージを読んでいきましょう。星と空、これは普通のチェーンメール系だな。助けてくださいも、これはなんかすごいね。モンゴルのテクノシャーマンですってすごい、ね。これは違うね。もうなんか。こういうメールがさ、ここにあるのもちょっと不自然だよ。セキュリティしっかりしてそうなのね。1C1C555。OK。で、1248。あ、チャットログだ。じゃあこれは読んでみましょうか。マロリーとビッキー。思ってたとほど悪くない。少し少なくとも暖かいしね。匂いはひどいけど。大変ね、ビッキー。力になれたらよかったんだけど、元従業員とはコンタクトを取るなってお達しがあって、カメラで見張られてるし、顔認証付きのやつ。いいのよ、わかってる。心配しないで、なんとかするから。仕事なんてすぐに見つかる。頑張ってね。みんな応援してるから、もう行かないと。誰か来たみたい。わかった。じゃあまた連絡してね。ビッキー？ビッキー？え？いきなりどうしたの？なんかあの間で何か襲われた音とかがしたから、そういうメッセージになったのかな？よしよし。うん。他なんかあるかな？うわお！危ない。うん。特になさそうだよね。オッケー。うわお。あいつが。よし。とりあえずもう帰ろう。帰ろうというか行こう。先に。あ、で、あそこにね。ここ敵のあれがあるのかな。いや、いない。いなくなって。親切。オッケー。じゃあこれで戻りましょう。ロビー。いや、そうか。確かに。ていうか、このパレード何がやりたかったって、あれだね。降格やりたかったんだろうね、多分ね。完全に降格だわ、これ。イノセンスだわ、イノセンス。イノセンスのあの、夢の世界の時のやつ。夢の世界というかね。曲もそうだしね。パーパーパレパー。あ、これか。この曲は一体なんだ？使用も。あ、歌ってるあれ。あ、花子だ。花子は歌ってんだ、これ。明け入れ氏。昔の光。昔の光、今、いずこ。へぇ。
キチヌレイト。うわー、素晴らしいね、この演出は。一句読みたいぐらい。これフルで聴いとくか、とりあえず。ループなるかな。本当に一人しかいねえな。小田はいてもおかしくないけどね。いいねえ。広角の主題歌みたい。本当に。イノセンス。昔の光、今いずこ。おお、すごいシチュエーションだな、これ、ほんとに。すごいことしてるよね、ほんとに。こんなごちゃごちゃしたところ、うわ、レリックは。この曲でか。今や、頭が、これのレリック、なんかジョニーが反応したのかな。もう完全にあれだわ。これから、これもう俺の第六感がゲーム遍歴、何十年ものゲーム遍歴からする第六感が、ここで小田と戦い、小田かアダムスマッシャーと戦いますよって言ってますね。よっしゃ、じゃあちょっとどういうプランでいくかだよな。てかどういう戦いになるかが正直よくわかんない。あ、リロード大事、リロード。うん。ハンドガンでしょ？で、ショットガンでしょ？オッケー。じゃあ行きましょうか。あ、竹村だ。注意を引いたぞ。今だ、リン。リンクを抜け。あ、こいつだ。そうだ。荒坂のね。オッケー。じゃあ、一旦こいつのやつを抜きますか。今大丈夫これ。じゃあ一旦抜きますね。おー、かっこいいけど。あ、突き刺さっている。なるほど。そうやってね、やっているわけだ。セメント袋はいい。アクセスポイントあんじゃん。監視カメラか、あれ。なるほど。じゃあ、休憩ですかね。じゃあ、お疲れ様です。疲れた。休憩しの。休憩だ。お抜く。オッケー。うわぁ、来たー、やっぱり来たー。とりあえず、一旦、こいつは、ブリッジプロトコルして、弱体化させる。ここポイントでしょ、絶対。で、もう、回路ショートとか使っていく。そして逃げる。もう近距離の戦い方だもん、あいつ。ちょっと待って、ちょっと待った。うわー、待って。とりあえず逃げるの大事。そして回路ショート。うわー、行って。スマート銃使ってきやがった。OK、くらい。外した。くそ。OK、ヘッショ。あんまり強くない。これは耐えれる。お、消えた。いいね。あっちからかな。OK。ちょっとオーバーヒート使っとくか。ここをうろちょろしようと思ったらどういった？見えねえ。そう、まだ全然慣れてない。
あそこにいんのか。こっちは見つけてる。お、いいね。帰ろうしよう。うわ、危な。よっしゃ。俺、ここを行ったり来たりすればいいんじゃないか。お、ん？どこだ？お、いいね。食らった。うわー、逃げてー、危ない、危ない。帰ろうしよう。逃げろ。そしてちょっと回復、ちょっと回復大事。初めてのちゃんとしたボス戦なもんな。これは一発でいきたい。うー、結構ダメージ食らって。とりあえずで、なるべくこいつは殺したくない。あ、やばい、外した。くそー。そして出た瞬間移動。くそ、今溜まってない。あっちにいる。あ、いた。オッケー、回路しようと。あ、やばい、来る。やばい、来る。うおー、行き違いになった。え、今のなんで当たったんでしょ。今必勝でしょ。あ、リロードが間に合わない。 OK。 よし、クリティカル。うわ、ダメージが意外と。うわ、なんでこっちに。うー、やばいやばいやばい。よよ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 。あ、ちょっと待って、こいつもしかしてさ、あれだ。待った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 。あれだ、どこに。やべえ、わかんねえ、見失った。あれだ、この武器ってピングだ。ピングが大事だ、どっちかというと。あれ、消えた。あ、いた。ん？どっかにいる。え、消えた。あそこら辺にいるはずなんだろうな。セメント袋をさ、撃ったらもしかして見える？あ、いた。オッケー、そういうことか。ピングやる、ピング大事だった。うわ、ちょっと調子こいた。危ない、ちょっと逃げて逃げて。やばいやばいやばい。とりあえず回復、とりあえず回復。そしてポイントがこれです。オッケー。ダメージ全然食らってねえな。うわー。いや、けどいい、順調順調。いいよ。いてててててていてててて。こっちも見えてるからな。お、あ、来た。逃げるぜー。帰ろうショート。あ、やべ、落ちた。うわー、落ちてしまった。おお、なめんな。いける、いけんのか。いや、いけるって言っちゃダメだ。だいたいそう、いけない時だから。それ、とりあえずお薬、お薬大事。そしてリロード大事。で、ピング打っとこう。うわ、早い。はい。やばいやばいやばい。あれ発動されるときついね。回路ショート。あー、ダメだ。当たんないし。よっしゃ、逃げろ。リロードができねえ。うろちょろ、うろちょろ。あっちのセリフか。
あー外れた。ういー、あと6%いける。行きたい、これは初見で行きたいよ、これは初見で行きたい。わーやばい。わー、まあ、このダッシュ取ってよかったな。やべ、どっか行った。あ、やばいやばい、どこ行った。あ、見失った。あ、違う、見失ったら、足跡あったな、今。うわ、これ見てもあかんねBGM やめてくれ。来た。とりあえずピングにしとくか。うわ逃げろ、あっぶね。からの回路ショット、いけるか。はい、壁貫通ショット、ヘッドショット、最後だ。回路ショットからのヘッドショット、あー外した。いった、よっしゃー倒した、よっしゃー、なんとかいった、マジで。なんとか織田は死んだのか。生きてるよ。息はしてる。うん。今のカイロ仕事だったから。ところはな。頼む、B。うん。殺さないでくれ。いや、うん。そのつもりはなかったから大丈夫。これで行く手を阻むものはなくなった。そうだな。計画を進めるぞ。おう、了解。今日はついてるな。忠義の意味を吐き違えやがって。本当だよ。まあけどあれだけどね。まあ難しいとこだよね。いや、今日はついてるな。今日はついてるな。殺さなくてす。礼を言うといい。本当だよ。B、俺こそお前に礼を言う。うん。え、うんうんうん。今ので合ってんのか別に。うん。オッケー。よっしゃあ、とりあえず久しぶりでやれた。やっぱね、殺しちゃうあるんだろうね。うん。カイロショートでやれてよかったな。これも強いね。これは後で。荒坂のカメラ付きキャップ。カメラ付きキャップ。いや、これはいいね。ちょっとあと、今拾ったもの、ちょっと見出してもらっていいですか。うん。なんか武器もらった？武器じゃないか。ちょっと全アイテムで、新アイテムで。あ、これか。陣中丸っていうのかな、これ。アイコニックだ。何の小細工もなく、ただひたすらに鋭い刃を持つ一振り。へえ、かっ、うん、なるほど。そうか、陣中丸ね。オッケー。いや、ちょっと待ってくれ。陣中丸どころの詐欺じゃなかった。ちょっと待ってくれ。重くて、重い。重くて、動けない、うん。こういうのがあるからね。いや、違う、間違えた。ここで見た。何がいらない？猫股もいらん。猫股は基本いらん。オーバーチュア223。エキシントもいらん。こう、アイコニックいっぱいあるから、消さないように気をつけない。猫股正宗いらない。オッケー。これだけ切っとけ、大丈夫でしょ。よし！オッケー。倒せた。一発で倒せた。だいぶやばかったな。うん。いやけど、あれっすね。これ、ダッシュジャンプ持っててよかったっすね、本当に。てか、まだちょっと慣れてないとこあるんですけど。うん、これ持っててほんとよかった。買って正解やん。あれでね、結構、逃げたりがで、しやすかったからね。7、OK。よっしゃー、2016ドル。とりあえずちょっと、ここら辺にある何かないのかな？アイテム。多分ここ来ることって多分ないもんね。うん、完全に、あ、カメラにハックして探すっていうこともあったんだろうね、多分これって。うん、なるほど。これタレットじゃないよね、多分ね。カメラだよね、普通に。うん。で、多分これって、これパフンってやると、ここで煙が出て、織田の位置がわかるとか、そういう感じだったんだろうね。よし、じゃあ、とりあえず、一旦ちょっとこれセーブしようかな。セーブしとくなさい。いやー、よかった、マジで。
これネットランナー、ネットランナーもちょっとこれかっこいいよね、この直接刺すシステム。こいつも死んでないよね、多分ね。よかったよかった。とりあえず火刺しを心がけているか。紫の炎といい。まあ、んなところかな。とりあえずは。うん、ちょっと。これが慣れてない。ちょっとなんかカクつくな。カクつくね。うん。なんかいいところで落ちそうな気がする、これ。まあいいか、とりあえず進めよう。じゃあ、アクセスポイント、接続します。OK。私のシステムに入った。入ったぞ。竹村頑張れ。花子に伝えるんだ。何をされている？通信を試みてる。聞き耳を立てる。警報の解除も忘れないでくれ。警報の解除。OK。わかった。じゃあ、これをまず。警報っていう、どっちがいいんだろうな、か。まあいいや、今じゃなくていいか。どうしよう、フレンドリーモードというよりは、まあ電源オフでいくか。危険だと警告されたの。織田とも連絡が取れないし、うん、何か変だわ。パレードを中止すれば、うん、弱さを露呈したと思われる。ああ、頼信と やり取りしてる。あなたの弱さのこと？そうだ。俺たちだ。うん、俺たち。あくまでもお父様を追悼するため。そうね。操り人形になるためじゃないわ。うん、そりゃそうだよね。これ何？あ、なんか書いてある。初心忘るべからずって。ミチコは文句を言ってないぞ。ミチコ、ミチコ。ミチコいるんだっけ？お前の安全が大事だからな。うん、初心忘るべからず。兄さん。うん、兄さん。すごい、化粧もまたいいね。ありがとう。面白いね。うん、確かにこの衣装。てんだ。わ、写真じゃん。初心忘るべからずはこれだったんだ。うん。ゴロ、システムを無効化した。サブロー、花子、よりのぶね。うん、そうだよ。お父様を殺したのは、よりのぶだよ。お、竹村さん。よし、いいよ、いいよ、いいよ。うん。そう、聞いてお願い。竹村のことは知ってるでしょ？はい。サブロー様の死の真実を明かすことが。早く言え。よ。無礼を働きたくはありません。しかし。いや、待って。おい。え？お前何やってんだよ。撃っちゃダメでしょうよ。何したにしても最悪にまずいってことだ。そうだね。うわぁ。やべやべ、とりあえず逃げる。なんだいなんだい、いきなりなんだい。ちょっと待って。もういいのこれ、戦闘モードになっていいのこれ。てか死ぬ、普通に死ぬ。一応アイテム取れる。まあいいや、それどころじゃない。っていうか、どうするこれ。え？撃った死ん、おい、ダメだぞ。ああ、マジかよ。それは、なんで撃ったんだ、お前ら。まあ確かに、このパニック状態なわけだから。どこにいるじゃないのよ。お前撃つなよ。まあ、ちょっと、これどうしよう、これ。じゃあ、オーバーヒー、カイロショートで多分行くよね、これ。あ、行かなかった。よし、ちょっとね、飛び降りて、気絶させたい気持ちはあったんだけど、ちょっとそれどころじゃなかった。困るだけだぞ。出てこい。え？どっかにまだ敵いるな。てか、うん、一応けどこいつピングして、なかったから。マジかよ。ちょっと、おい、竹村、さっと離して、さっと逃げるのよ。基本は。なんであんな、一悶着っていうか、撃っちゃダメでしょうよ。いや、いくらあの状況でもよ。竹村さんよ。どうすんの？花子様、さら、撃ってこと？
すっごいことになるよ、それは。とりあえず降りるか。俺は足ついてんのかな。枝はついてたりする？おい、お前はどうなんだ。っていうか、なんてことしてくれてんだよ。うん。説明してる時間はない。そうだな。まあとりあえず、花子は持ってる？バイン通りの303号室だ。ちょっと待って、新しいジョブが。4階ノック。我が子岡田からの謎の依頼が来てしまった。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。いろいろ情報が多すぎる。で、これ、ジョブ変わったな、これ、ここで。オリーブの枝だ。ちょうど枝の話もしてたからね。うん、ああ、そっか、依頼始まっちゃったのか。まあいいや、一旦そいつは置いといて、ちょっと安全策については更新されてないですね。あ、途中見とけばよかったな、織田戦ってるあたりとか。これ忘れがちだからな。で、なんか終わったらドキュメントなくなるパターンが多いから。で、こっからサーチ&デストロイ。やばいな、ちょっと待ってください。よし。じゃあ、一旦ここに待ってください。で、ミッションか、ん？今なんか来た？あ、来た。これは、後で読みましょう、これ。よし。うん、今、大至急ってわけじゃなくて大丈夫そう。よし、いやもうすごいことになったな。とりあえず、小田は行かせたけど、赤子岡田からのメッセ、あ、間違えた。どうや？やるんか？やらへんのんか？いや、ちょっと待って、今それじゃない。今それじゃない。ちょっと待って。ほなら、あんた用にとっとくさかい。また連絡しや。間違いを認めるなんてこと、うちはめったに、あの作戦のについてどうって話？それも入ってくるよね、多分ね。うん、オッケーオッケー。まあ、これはいいや。よし。いやー、まあ、とりあえず終了ですね。この安全策が。もう全然安全じゃなかったし、ちょっと竹村さん、本当に一瞬でよかったんだけどね。降りて、あ、花子様ちょっと切り替えくださいみたいな。すいません、ちょっと頼信さんが三郎を殺しました。では、信じるか信じないかはあなた次第です。パッつって、逃げる感じ。どんなやつだよね。それはそれでな。うん。いやー、マジか。竹村。すごいことしてくれたね。うん。これ、けど、一応、花子さん持ってんのかな？うん。それで、この策的のところに行くみたいな感じになるんじゃないかな。うん。一旦、とりあえずそんな感じで、このミッションは終了しようかな。うん。特にここは国を更新されてない。OK。じゃあ、一旦、安全策、ここで終了です。かね。うん。いや、けど、シンプルに、その、パレードの、いつもなんか、終わる直前にいろいろ言いたくなるんだよ。そうですね。パレードとか、あと、巫女のね、サイバーウェアつけてた巫女とか、なんか、あと、歌とかね、花子様のね。なんか、いろんな要素が面白かったですね。でも、完全にこのパレードとかは、本当に、ね、イノセンスとか、そっちを、なんか、意識した感じもあって、なんか、広角感が溢れてて、曲もそうですし。うん。これはいいミッションでしたね。ちょっと。で、織田との戦いも結構楽しかったし。無事一発でいけてよかったな、あれな。うん。なところで、一旦ここで、とりあえず、プレイトセーフ、安全策、終了します。ではでは、ゲームって本当にいいものですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。